お疲れ様です。かぐやです。龍が如く3続きやっていきましょう。というわけで、前回からだいぶ時間が空いてしまったので、何すればいいか忘れました。はい、3章。どうも四郎の元気はないようだ。直接本人と話して理由を聞いてみよう。というわけで、まずは四郎を探さないといけない。四郎。またあれじゃねえか?あいつ見てに海で泣いてるんじゃねえか?しゃあねえ、おじさんが探しに行ってあげようか。四郎。どこだ?いた!めちゃめちゃわかりやすく落ち込んでるっていうか泣いてる。シロ、どうした?おじさんに話してみ。どうしたシロ?具合でも悪いのか?別に?別にってことはないだろう。みんなが外で遊んでいるのに一人で部屋の隅で。本当にどこか具合が悪いんじゃないのか?本当になんでもないよ。放っておいてよ。腹でも痛いのか、学校で何かあったのか、もしかして。恋煩いか?これだ!俺が、キリュウさんを操作するときは、とことん、バカで行こう。察しの悪い大人で行こうぜ。恋煩い?何それ?まあ、そうだよな。恋煩いってのはだな。説明しなくていいって。もう本当に何でもないよ。放っておいてよ。違ったか。腹でも痛いのか?全部外していこう。別に学校で何があったのか、もうこれしか残らなくなっちゃった。学校で何かあったのか、別に。ふぅ、しかし取り付く島がないな。本人から何も聞き出せないようだ。あー、オッケー。他の子から聞いてみるか。他の子から聞いてみるというわけで、さっき見つけた子供たちに聞いていきます。アントレスに変身した、すごい可愛いよね。なんかアニメの話してんのかな。なあ、あやこ、どうしたの。おじさん、シロのこと?察しがいい女じゃねえか、てめえは。なあ、どうも様子が変なんだ。学校で何かあったんじゃないかと思ってな。お前何か知らないか?私はわからないな。シロとは学年が違うし。泉ちゃん同じ学年だよね。何か知ってる?うん、知らないよ。シロとはクラスが違うから。そうか。なんだったら私がシロに聞いてみようか?いや、それだったら、いや、いいんだ。男同士の方が話しやすいだろう。もう一度俺から聞いてみるよ。オッケー。ちょっと一応他の子にも聞いてみるっていうのと、これなんだ?今回のコンプリート要素?ミミズだー!そうだ、ミミズあったな。釣り用か。お前らにも話聞いてみるか。なんだこれ?なんて読むんだ?ヒロジ?ヒロジ?ヒロツグっぽいな。なあ、広次、リオナ、シロの様子が変なんだ。学校に何かあったんじゃないかと思ってな。お前たち何か知らないか?知らない。学校じゃほとんど会わないし。そうか。リオナ、お前は?私も、学年違うと教室が遠いからほとんど会わないのよね。シロはまだ低学年だから特にね。そうか。おじさん、なんなら俺が聞き出してやろうか?どうやって?ぶん殴るとか言うなよ、ガキ。ほえ、すぐ暴力。シロなんてヘッドロック一発ですぐゲームだよ。あ、だったら私がやる。お前も血気盛んだな。シロだったら私でも余裕勝ちだよ。弱い者いじめをするな。まったくお前たちは、そんな聞き方しかできないのか。シロは何か悩んでるかもしれないんだぞ。少しは優しくしてやれないのか。お前たちはシロより年上なんだ。もっと面倒見てやったらどうなんだ。あ、しょぼくれちゃった。まあいい。シロには俺からも一度聞いてみる。広瀬がお前は余計なことはするな。話がややこしくなる。はーい。さて、というわけで、だいたい話は聞いたけど、まだいるな。何する？相撲か？いじめてないよな？そろそろ。どういう顔？ちょっと待って、俺釣りが気になっちゃう。ごめんね。話聞きたいんだけどさ。釣りキング、取る。何？竿のこと言ってる？違う？は？あ、マップじゃない、マップじゃない。ミミズが普通に入ってんの嫌だー。これだ。あ、はいはいはい。釣りのコツ。1にも2にも糸を切らさないこと。はい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 。なるほどね。釣り竿だ。ちょっと釣りでもしていくか。オッケー。ちょっとだけ釣りやらして。おー、ヒットした。なんで?負け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 。ほら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 。ミス!なんでー?大丈夫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 
むずいぞこのゲーム。おっしゃ来た。はあ。嘘だろてめえ。三五編ごときがシャシャリ出てんじゃねえよてめえ。畜生か、もうやんねえこの釣りなんて。こんなに頑張らせといて三五編。50メートルとかから必死に粘ってきて三五編は。ふざけんじゃねえよ畜生が。腹立つ。はーい、やっほー大臣、三つを。何おじさん、今忙しいんだけど、ちょっとプロレスごっこはやめて。あ、じゃあキルさんのセリフだ。ちょっとプロレスごっこはやめて聞いてくれ。何急にやめたな、お前ら。エロ、あのな、シロのことなんだが、部屋にいなかった？いや、部屋にはいた。ただどうも元気がなくてな。部屋の隅で膝抱えて塞ぎ込んでいてな。はあ、やっぱり白のやつ最近あのパターン多いんだよ。あ、なんか知ってるの？教えて。あいつ学校でいじめられてんだよ。あー、まあこういうさ、養護施設の子って大体いじめられる対象になっちゃうよね。親がいないっていうちょっと特殊な状況っていうだけで。まあ泉もそうだったよね。そうなのか？なぜわかるんだ？俺前に見たんだ。学校のトイレで白が泣かされてるところで気になって問い詰めたんだ。そしたらいじめられてることだけを白状した。誰だろう、上の学年かな。そうか。で最近はそれがかなりひどくなってるっぽい。どうして？この前白が風呂に入ってた時、俺も乱入して入ったんだけど、その時白の体あざだらけだった。あー、そうなんだ。じゃあキルさん、裸の付き合いをしよう。あいつ運動も喧嘩もしないからあんな風に怪我しないはずなんだ。先生には言ったのか？うんうん。いや、でもチクったのがバレるとますますいじめられるからな。それにそこまではっきりしてるんなら俺が学校に直接電話すれば済む。ちょ、おじさん、ちょっとそれは待った方が。あー、行動力の塊桐生一馬。はい、琉球第一小学校です。もしもし、朝顔の桐生というものだが。え、朝顔の桐生？ああ、親代わりの方ね。学校も学校だ、これ。あんたは？私は教員の橋本ですが、何か？うちの四郎のことで相談があるんだ。担任の先生を出してもらえないか？私が担任です。四郎くんのことで相談とはどういった内容でしょうか？四郎が学校でいじめにあってるらしいんだが。なんだと？何をしょこに？いきなり失礼な電話かけてこないでくださいよ。よくないいたずらですよ、あなた。なんでいたずらだと思われてんだよ。いたずらじゃねえ。シロが本当に学校でいじめられてんのか、こっちは本気で心配してるんだ。今だって塞ぎ込んで部屋の隅で膝抱えてんだ。あのね、いじめなんてうちの学校に限ってそんな事実はありません。むしろお宅の朝顔の中で何かあったのでは。学校は勉強するところです。それに比べれば施設というところはいろいろありそうですからね。な、とにかく最近本当にこういう迷惑の電話が多くて困るんですよ。しっかり教育してください。頼みますよ。お前が教育せえ、バカだれ。ま、やれればですが。失礼。腹立つ橋本。まあこの時代の先生たちってこんな感じなのかな。人によるかもしれないんだけどね。いい先生はちゃんといい先生なんだろうけど、悪い先生もいるんだろうな。それは今の時代も同じが。なんてやつだ、おじさん。うん。ああ、どうした、心配そうな顔して。お前たちが心配することは何もないぞ。でも大丈夫だ、俺がもう一度シロと話してくる。オッケー、じゃあ情報集まったんでシロと話すか。やべえ、釣りで体力持ってかれた。シロ、話は聞いたぞ。シロ、何があったか聞かせてくれないか。なあシロ、俺はそんなに頼りにならないか。俺はお前たちの親代わりだ。みんなのことを大切に思っている。シロ、お前がそんなに落ち込んでるのを見てられないんだ。お前が笑顔で過ごせるようにしてやりたいんだ。何かあったら俺に何でも言え。俺のことを信じてくれ。シロ、お前いじめられてるのか。あー、よし、俺が学校に掛け合ってやる。やめて。まあそうだよね。いじめられてる時に親とかに言うのってだいぶ勇気がいるし、親が介入することで悪化するからね、大体。なぜだ。さっき担任に電話したが、担任側の様子じゃ拉致が開かねえぞ。シロ、よし、じゃあ学校に殴り込みだ。違うか。
なぜ白は学校に掛け合うことに反対するんだ。何か事情がありそうだな。はるかに聞いてみるか。学校がダメなら直接いじめてるやつの親に掛け合うか。まずそのいじめてるやつか。ああ、そこからか。OK、じゃあ、太一に、誰がいじめてんねんっていう話を聞きに行こうか。そうか、今回は、ああ、お前らここにいるんだ。待って、ミミズが復活してる。やった。今回あれなんだね。まだ序盤の方だからさ、特になんか大きな、ヤクザ関係の問題がいろいろあるってわけではなくて、子供たちのいざこざがあって、そこをまず解決していくっていうところから物語始まっていくんだね。まあとりあえず太一に話を聞きましょう。ああ、はるかどうした？シロに内緒で誰がシロをいじめてるのか調べてもらえるか？誰なのかはわかるよ。俺見たもん。やるじゃねえか、太一。うん。うん。よっき？りょうき？わかんねえ。太一、お前さっきも何か言いかけたな。どうしたんだ？おう。ああ、シローの担任の橋本の息子。ああ、そうなの。自分の息子がシローをいじめてるなんてバレたら橋本もやばいでしょ。だから認めるわけがないよ。もう先生のこと橋本って呼び捨てすんな、お前。こうなったらますます黙ってるわけにはいかねえ。とりあえず間違いがないかシローに確認する。おじさん。橋本の息子がいじめてるのは本当なのか？うん、ああ、オッケー。なぜ早く言わなかったんだ。言えないよ。シロ、さっきも言ったろ。俺を信じてくれ。何でも話してくれ。だって、父さんは地元の議員の赤坂先生とゴルフ仲間で友達だから歯向かったり告げ口したら赤坂さんに頼んで朝顔を潰してやるって。お前らの帰るところなくしてやるっていつも脅すんだ。親も親なら子も子だな。泣くなシロ、男だろ。全然怖い色は違うけど、キリさんと同じこと言ってた。泣いてなんかない。僕、悔しいんだ。だってあいつら卑怯だ。人の弱みにつけ込んで脅すなんて許せない。シロ、そういう気持ちがあるんだったら、歯向かっていいよ。朝顔はキリュウさんが何があっても守る。キリュウさんと俺がどうやっても守る。朝顔は潰れないぜ。え？え？俺が言うんだ、嘘じゃない。もし次いじめられたら思いっきりやってやれ。わかったな。わかった。よし、シロ、お前強い男だな。翌日、シロ、ボコボコになって帰ってくるかな。はい。シロが落ち込んでいる原因ははっきりしたが解決したわけじゃない。なんとか解決できないだろうか。ちょっとなんか情報集めてみるか。来た来た来た、橋本か？違う。大家キレイさんどうかしたんですか？浮かない顔して。え？ああ、なんとかさ。実はシロが学校でいじめに遭っていてな。本当ですか？シロ君をいじめてるのはどこのどなたですか？私がとっつれてやりますよ。いいおじさん。メガネ変だけど、いいおじさん。それが、なんとかという子らしいんだが、その子の親が赤坂という男と親しいらしくてな。下手に問題を表沙汰にすると、その赤坂という男が朝顔を潰してしまうかもしれないらしいんだ。赤坂さんが朝顔を潰す？私にはとてもそんな人だとは思えませんが。知ってるのか？地元じゃ有名な議員ですから。人当たりもいいし、道理を重んじる人ですから、とても個人の感情だけで権力を行使するような人には思えないですよ。私ら市民とも積極的に交流を持とうとしてくれる立派な人ですから、キリュウさんも一度会って話してみたらどうですか？じゃあ一回その人に会うところからかな。オッケー。しかし会って話すとも言ってもな、いきなり視聴者に言っても門前払いだろうし、どこかで会う機会があればいいが。ああ、ゴルフ場。確かにゴルフ仲間って言ってたもんね、さっき。赤坂さんはゴルフが好きで、空いた時間はいつもゴルフ場で練習してますよ。そりゃ、ゴルフが好きで、3度の飯よりもゴルフって感じらしいですよ。ゴルフ好きの議員か。モノレール、オッケー、ありがとう。いい情報もらえたぜ。レッツゴー。これでいける。ゴルフ場前。オッケー、レッツゴー。おお、もうここまで来たな。南洋カントリークラブ。どうもー。いらっしゃいませ。会員ではないです。ビジターの方ですね。どなたかの紹介ございますか？いやー、ないです。あー、格式高いゴルフクラブ。一元さんお断り？会員制。あー、なるほど。困ったなー。赤坂か？赤坂っぽい顔だな。簡易じゃなくてゴルフができないでいらっしゃる。はい、そうです。そんなに格式の高いゴルフクラブとは知らなくてな。お、ほんとありがとう。
いや、友人とゴルフの約束をしていたのですが、一向に現れなくてね。きっと、急な仕事でも入ってしまったんだろう。一人でコースを回るのは味気ないのでね。どうだろう、私と一緒に。あんたは？いや、これは失礼。私、市議会で仕事をしているもので、赤坂と申します。よーし、来たぜ。赤坂？あんたが議員の赤坂なのか。ええ、私のことをご存知で。ところで、あんたの名前を伺ってもよろしいかな。キリュウという、かぐやのおもちゃ箱です。どうも。キリュウさんですか。いや、よろしく。では、一緒に回りましょうか。ありがとう。赤坂、ちょうどいいタイミングだったね。あー、ちゃんとゴルフやんないといけなーい。まあ、やってみるか。オッケー。はい。どこ向いてんの？あー、そこ？うまー！ファー！ファーは違うか。さすがにうまいよ。いやいや、今日はなかなか調子がいいようです。あまりやってないでーす。やってみるか。とりあえず、あいつと同じ方向に打とう。ここら辺越えられるんじゃねえか？で、は？ああ、違う。わかった。変なスピンかかってるからだ。は？は？え、そんな飛ばないもん。あ、わかった。オッケー、そういうことねー。オッケー、天才。打ち直しはしませんと。わーお、やるねー。やばい、これ接待した方が良かったかな。ほい、うん、あー、こんぐらい、うん、あー、強すぎる。弱い。もう一回、赤坂許して。あー、ちょっと右か。あとちょっと。いいじゃん、許してよ。許しても違うな。オッケー、イーゴー。おいおい、赤坂、実力見せてみろよ。たくさん、赤坂。ナイスボー。いやいや、キリュウさん、なかなかお上手ですな。まあ、あんだけやり直したらな。いや、それほどでもないが。またまたご謙遜を。なかなか筋がいいですよ。さあ、次のホールへ向かいましょうか。まだやんの？はいはいはい。勝っちゃおっか、このまんま。お仕事は何をなさってるんですか？アサガオという養護施設を運営している。ほう、それはご立派な。子供たちの面倒を見ていくのは大変でしょう。まあ、楽じゃないが、それなりに毎日楽しくやってる。ははは、そうですか。それは結構。仕事は楽しんでやれるのが一番ですな。さて、始めましょうか。えい、やるね、赤坂。びっくりした、そのまま爆転するのかと思った。キルさんの養護施設には何人ぐらいの子供がいるのですか？小学生ばかり9人だ。9人も、キルさん一人で世話しているのですか？誰か手伝ってくれる方でも？いや、ただ、一番上の子はもう11歳で、来月から6年生なんだ。その子がかなり手伝ってくれている。まあ、11歳とはいえ、もう中身はちゃんと大人っぽくなってるもんな。それに家事は全員に分担してる。子供たちにもちゃんと家事を手伝わせているんだ。ああ、いいね、そういうの。それはいいことですな。最近は家の手伝いすらしない子供が多いようですからな。うっ、すいませんでした。さて、最後のホール行きますか。次でラストだ。勝とうぜ。キレさん、たくさんの子を預かる身として、最近の子供たちをどう思われますかな。やはり俺がガキだった頃とは違っているようだな。まあ、世の中そのものが変化してるから、当然といえば当然だが。世の中便利になりすぎて、今の子供たちには想像力が欠けているんじゃないかと感じる。俺がガキだった頃は、遊びすら自分たちで作り出したもんだ。自分たちが作り出す遊びには当然ルールが必要だ。年齢の違う者同士が集まり、それぞれが納得いくルールを話し合って自分たちで決めた。あんまそんな経験ないな、俺には。年下の子や運動が苦手な子には自然とハンデを。そうしたことが協調性や他人に対する思いやりを養った。ああ、確かにね。今の子供はゲームやインターネット、家の中にこもっちまって、外で遊ばない子も多いみたいだしな。聞いてるか、お前ら。
私たちの時代にはそんなものはなかったですからな。今の子供たちは恵まれている反面、かわいそうだと感じることもありますな。学校でもいじめの問題は多いようです。昔もいじめはありましたが、今は随分と陰湿で過度なようですな。これもやはり他人に対する思いやりの欠如なのでしょうか。そうかもしれないな。あー、まだそっから切り出さない。おー、打つねー。離すねー。うん、地道に繋げていくねー、赤坂。ういー、バウギー。ケイラさん、子供たちの話ですか。朝顔の子供たちはいかがですか。朝顔にはテレビゲームもインターネットもないからな。みんな外で元気に遊んでいるよ。それに毎日が合宿のような状態だ。7歳の子から11歳の子まで、ちゃんと上の子が下の子の面倒を見てやってるよ。そうですか、それは結構ですな。一度朝顔に伺ってもよろしいですかな。ああ、もちろんだ。よーし、勝った。そんな頭抱えるような賭けでもしてた、お前ら。バカおもろい。ありがとうな、赤坂。いやいや、キルさん、今日は本当にありがとう。楽しいゴルフができたし、何よりいいお話が聞けた。社交辞令ではなく、ぜひ朝顔に伺わせていただきたいと思ってますよ。ありがとう。これで、まあ赤坂がわざわざ潰すようなことはしてこないでしょう。市としても身寄りのない子供たちを助けるべく朝顔に協力したいと思います。ありがとう。施設の運営は何かと大変でしょうけど、困ったことがあれば何でも相談してください。協力は惜しみませんよ。ありがとうな。どうも。では今日はこれで。お。あ、そうそう。私のビジターとしてこれからはいつも、あ、ありがとう。Thank you。まあ、ゴルフはいっかな。おーし、オッケー。じゃあ、とりあえず今日は終わろっかな。よし、というわけで、シロに一回このことを伝えに行くっていうのを次回やっていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。